シャルロット・ゲンズブルは、フランス出身の女優、歌手。芸能一家に生まれ、若い頃より才能が開花。以来、同国の代表的女優となり、欧米各賞ノミネートの常連となっている。また、ジップの影響で歌手としても、才能を発揮し、マルチアーティストとして活動している。イングランド・ロンドン生まれ、本名は、シャルロット・ルーシー・ゲンズブル。主に女優を本業とし、 音楽アーティスト、ファッションブランドやコスメのプロデュースを手掛けるなど、多方面で活動している。父親は、歌手、音楽プロデューサーのセルジュ・ゲンズブール。母親は、女優のジェーン・バーキン。カメラマンのケイト・バリーは、イフ・アネ。女優のルード・ワイオンは、イフ・イモート。歌手のルル・ゲンズ・ブールは、イボテ映画監督のアンドリュー・バーキンは、おじ。母の出演映画の現場で早くから注目され。 1984年の残花でカトリーヌ・ドヌーヴの娘役に抜擢され映画デビューする。1986年にクロード・ミレール監督の生意気シャルロットでセザール賞の有望若手女優賞を史上最年少を受賞し注目される。1989年に小さな泥棒でセザール賞主演女優賞に史上最年少ノミネート。2000年に ダニエル・トンプソン監督のブッシュ・ド・ノエルで最優秀女演女優賞を受賞。自分と縁語関係のある人物の監督映画に出演することが多い。ジップであるセルジュやパートナーであるイヴァン以外にも母ジェーンの再々婚相手であるジャック・ド・ワイオンや母片叔父であるアンドリュー・バーキンの作品にも出演している。2009年にラース・フォントリア監督の心理ホラー作品。 アンチクライストで衝撃的なヌードシーンを含むヒロイン役を演じて第62回カンヌ国際映画祭女優賞を受賞。1984年、父セルジュとのデュエット曲、レモン・インセストで歌手デビュー。1986年、父のプロデュースで初のアルバム、未少女・シャルロットをリリース。以後は自身の主演映画でサンド主題歌を歌っている。また、 2003年には、エティエンヌ・ダオーのアルバム、リー・ベル・シオンにゲスト参加した。2006年9月、20年ぶりのアルバム、5時55分をリリースし、ビッグセールスを記録。2009年12月、アメリカのミュージシャン・ベックのプロデュースによるアルバム、アームをリリース。2010年10月、単独来日公演を開催。翌2011年、アルバム、 ステージウィスパーをリリース。2014年、姉、ケイト・バリーの死去をきっかけに、本拠地を、米国ニューヨークに移転。2017年、6年ぶりのアルバム、レストをリリース。2018年、4月に7年半ぶりの来日公演。長年のパートナーである、俳優兼映画監督のイヴァン・アタルとの間に3人の子供がいる。なお、イヴァンとは法的な夫婦ではなく、 タイム氏による2010年のインタビューでも、イヴァンを夫ではなく、私の子供たちの父親と呼んでいる。2007年に水上スキー中に事故を起こし、頭部に衝撃を受けたことが原因で脳内に大量出血が起きていたため、9月に緊急手術を受けた。ありがとうございます。